第74回 NHK 紅白歌合戦曲目正式決定。 NHK は22日大晦日に放送される第74回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手の曲目を発表しました。今年の出場歌手は44組、赤組22組うち初登場が5組、白組22組うち初登場が8組となりました。 K-POP アイドルグループの初登場もありますので、これは絶対に見逃せないですよ。サクサクっとご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。エンタメポンポコリン804。最初に特別企画の方たちよりご紹介いたします。寺尾明、曲目ルビーの指輪。ポケットビスケッツ、ブラックビスケッツ、イエローイエローハッピー、薬師丸ひろこ、セーラー服と機関銃。クイーンとアダム・ランバート、ドントストップミーナウ、ハマイク、ビートで逃避。それでは次は赤組、初登場よりご紹介。カッコ内は出場回数です。新しい学校のリーダーズ、大人ブルー、アドゥ、ショウ、アノ、チュ多様性、伊藤蘭、キャンディーズ50周年紅白スペシャルメドレー、ミサモ、リュウノツタッチ、アイミョン、愛の花、石川さゆり、津軽海峡冬景色、坂本冬美、夜桜お七、桜坂46スタートオーバー、椎名林檎、さすがに諸行無常編、ジュジュ、時の流れに身を任せ、スーパーフライ、魂レボリューション、天童よしみ、道頓堀人情、NiziU、Make You Happy、 乃木坂46、お一人様天国、 Perfume、 Fake It、 MISIA、 紅白スペシャル2023、水森かおり、日向岬、紅白ドビノチャレンジスペシャル、ミレー、マン・ウィザ・ミッション、恋焦がれ、夜遊び、アイドル、緑黄色社会、キャラクター、ルセラフィム、アンフォーギブン。以上赤組22組。そしてお次は白組、初登場よりご紹介。カッコ内は出場回数です。大泉洋、あの空に立つ塔のように、北に立つや、青の住処、ストプリ、スキスキ星人、ストレイキッズ、ケース143、セブンティーン、舞い落ちる花びら、テンフィート、大ゼロ感、マン・ウィザ・ミッション、ミレイ、絆の奇跡、ミセス・グリーン・アップル、ダンスホール、エレファント・カシマシ、俺たちの明日、オフィシャル・ヒゲダン・ディズム、チェスボード、郷ひろみ、2億4000万の瞳、ブレイキンスペシャル、さだまさし、コスモス、JO1、ニュースマイル、純烈、だって巡り会えたんだ、 NHK プラスバージョン、鈴木雅之、恵みの人、 BE:FIRST、 ブームブームバック、福山雅治、ヘロー、総帽、藤井フミヤ、トゥルーラブ、星野源、生命体、宮間博士、どんこ坂、山内圭介、恋する街角、ゆず、ビューティフル。以上22組、合計44組です。さて、出場歌手の44組の皆さんの曲目を発表させていただきました。年末の紅白見るよという方も、そうでない方も、気になる歌手の方や見たかった歌手など、コメントで教えていただけたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。